皆さんこんにちは。2022年1月12日になりますね。水曜日。今日はね、まあ長い休憩時間でね、久しぶりにね、新潟行きました。さっきまでね、吹雪いてたんですけど、風が強いけど、とりあえず雪はちょっと止みつつあるかな。青空が見えてきましたね。新潟駅南口です。ね、今日はね、まあ時間があるんでね、久々に来たのもあるし、だから駅の構内だとか、あと磐梯口のね進捗状況だとかをね、撮っていこうと思います。このミライズは何度も、撮影してるんだけれども、まあ久々ってことでね、また撮ってます。まあとりあえずは駅直下バスターミナルで、2022年度頃、今年度頃ってことですね。まあ今年度というのはね、まあ来年の3月までを今年度と呼ぶから、まあ結構先なのかもしれないですけど、どうだろうね、何月までとは書いてないけど、ね、駅直下バスターミナル、まあ、気になるところですね。まずはその工事状況をね、見ていこうと思います。今めちゃくちゃ風が強くてね、ちょっと音声がいまいちかもしれないですけど、今のね状況はですね、どうしようかカメラずれちゃったな、信号から入ってきて、ね、こうぐるーっとね、まあ、ロータリーのような形になってますね。そこ今白い壁になってるところですね。あそこから向こう側、ね、これ今ここの南口と反対側はね、磐梯口って言うんですけど、そちらの方に繋がるね、直下バスターミナルになるところ、ちょっと見てこようと思います。なんだろうね、かなり磐梯側の方の明かりがね、見えてるっちゃ見えてる感じ。もうね、下では向こうと繋がってるんですよね。はい。この辺りはですね、ちょうど風の通り道のような形になっていて、この日はちょっと暴風のためですね、風切り音がすごい入っちゃってて、ほとんど音声が聞き取れなかったので、今ナレーション入れてます。まあ、こう地面はね、掘り返されていて、まあ、こう掘り返したこう残土が、ね、持ってあって、ちょっとね、どういった感じになるのかまだいまいちわかりませんが、まあね、いざやがてここをね、バスがね、通るような形にね、出来上がっていくのだと思います。まだね、ちょっとね、まあ全貌がわかりませんが、まあこんな感じですね。まあ、非常にここもね、今後が楽しみな部分でございます。こうね、そこからバスが入ってきて、ぐるーっと行って、あの、リュートっていう書いてあるね、建物のところあたりからなのか、ここがね、そこをまっすぐ抜けていくのかね、その辺がね、ちょっとできてみないとわからないかな。あの、季節の柱はね、あれはもうね、新幹線の、こう、ね、橋脚なんで、あれは動かすことができないから、あの間を通っていく感じになるんで、まあ、こことここの間と、こことこのこの間で、向こうからとこっちからの行き来をするのかもしれないですね。まあできるのがすごく楽しみですね。これはまあ本当に今年度中にできるんでね、まあどんどん変わっていくんだと思います。また 今後もね、ここ変化があったらね、また撮影しに来ようと思っております。ここもねすごく楽しみです。これが2階から見たね感じですね。中の方はね、まあこう残土を持ってあったり、あとまあ小さいね機械バックホーがいたりする感じでございますね。このね白い壁が取れた時がすごく楽しみですね。今はまあこういった感じ、ぐるっと回って一方通行で真ん中にバスが待機してね、そしてまあ出ていく感じになりますね。なんかすごくいい天気になりました。寒いけどね、すっごく新潟市内ね、今1月12日雪は全くありません。まあところどころでね、まあ日陰になってたりするところにたまに残ってたりする場合もありますけどもね、この辺りはねほぼないですね。ここからの景色は本当に好きですね。なかなかねいい眺め。こちらね駅南側、南口側はね、駅の改修工事とはねあんまりまあ関係ないというか、こっちはねさほど見た目は変わらないと思うんでね、まあざっくりとねこうやって久しぶりに来たからね、まあ、撮ってますけれども、これからねとりあえず、駅構内入る前に西側連絡通路からね、まあその旧駅舎をね崩したところのね跡地ちょっと見てこようかなと思います。先にね、はい、これが西口改札ですね。後でね中も入ろうと思います。僕の予想ではね、ここまっすぐね磐梯の方に抜ける通路になるんじゃないかって予想してるんですが、まだわからない。なんか仮設のね壁みたいな感じになってるから、これねこう地続きで向こうに行けるんじゃないかなっていう風な、ね、雰囲気にはなってますね。会いたいを乗せてというねポスターがたくさん貼ってあってね、これなかなか見応えありますよ。
これがね、今ね、まあ仮設のような感じなんですけれども、西側連絡通路ですね。どことなくちょっとね、暗い雰囲気はある感じですね。ここを抜けるとね、旧駅舎があったところがね、まあ見えるといった感じになります。はい、まあお正月休みを挟んでいたからね、そんなに極端には変わってないけれども、でもまあ片付きましたよね。まああの辺の基礎がね、若干残ってる感じなのかな。でもあとはだいぶ片付きましたね。まあ今日今ね、ちょうどお昼のお時間って感じかな。お昼休憩な感じの時間でございますね。ちょうど12時過ぎぐらいできてきましたね。この先にもまあね、こう駅からね、こうせり出てくるね、ちょっとデッキみたいな、一応ペストリアデッキというね名前にはなってたと思うんですけれども、そういうのがねこれから多分作られるんだと思われます、今はねほら平面でこうねのぺっとしてて、まあ何もない感じには見えますけど、これ後からねデッキができる予定になってますね。はい、外に出るとまあちらちら雪が舞ってる感じになりますね、新潟駅。まあなんかこうシンプルなんだけど、結構ね壮大な、横に長くてねイメージはあるかな。まあ広場、公園とかができたりね、デッキができたりするとまた見た目がねこうガラッと変わってくるのかもしれないですけどね、今は割とね本当にシンプルな、ね、感じがしますね。そして下もねだいぶ残骸が片付けられて、ね、あとはちょっと基礎を崩してといった感じですね。で向こう側ね、東側の方もね、ちょっと盛り土がされていて、どうなっていくのかねちょっとまだ分かりませんが、ね、今こんな感じ。そしたらね、そのまあなくなっていくね、これからバスターミナルね、あの駅直下バスターミナルができると今のバスターミナルはねなくなってしまいますんでね、そこをちらっざざっと取って、あと今、ね、バス停の脇ね工事してるんで、そこもねどれぐらい進んだか取って、それからね東側連絡通路の方にもね行ってみたいと思います。はい、雪の舞う新潟駅もなかなかね、この晴れてるっていうのがなかなかいいですよね。晴れてる中でチラチラこの舞ってる感じ、ね、外はまあすごく寒いんだけれども、そしてこの屋根ですね、でかい屋根がねバスターミナルのね、今現在のねバスターミナルの屋根ですね。ここがね本当になくなっちゃうのもねすごく、まあ、寂しい感じはあるけれどもね、バスがねバックしてね入ってくるっていう、まあ本当にまあ路線バスにしては珍しい、路線バスというのは基本的にバスバックしないですからね、そういった感じのバスターミナルでございます。こんな感じですね、それぞれの行き先のところでお客さんが待って、バスがバックして入ってきた、ね、バスにドアが開いたら乗り込むといった感じの、バスターミナルですね。非常に珍しいですね。こんな感じでね、スタッフが誘導してね笛を吹いてくれるっていうね、珍しいですね本当にね、こんな感じのバスターミナル。写真もね何度も撮ってるんですけれどもね、こういった感じのね、今このペターンとねこれだけができてる感じなんですけど、その手前にねこういったね、まあこう中空のデッキみたいなね、エストリアンデッキってこれも呼ばれてるんだけど、でまあエスカレーター、ちょっと見た目はね、まあ南口にね、さっき最初に撮った南口みたいな雰囲気にねなる感じではありますよね。こんな感じでございます。でこれがね駅直下バスターミナル、さっき向こう側から撮った場所がね、この辺、向こうのねこの辺で僕はさっき、隙間から撮影してたんだけれども、こういった感じでバスがねこうこの中を突っ切ってね南側に行けるとねいった感じのバスターミナルになる予定でございますね。そしてこちらがですね、新潟シティ BRT 乗り場、バスですね、バス乗り場なんだけれども、バスターミナルとはまた、ね、こう別のところにね0番線1番線、そして向こうから2番3番4番5番っていう風にねちょっとまあ分かれてる感じのねバスになりますね、こちら BRT で。ここがですねこう下アスファルトがねこうなんていうの、新しく、ね、舗装されて、これどうなるんだろうね、今こんな感じ、これちょっとねどうなっていくのかわからないんだけども、その屋根みたいなものを取っ払って、まあここにバスが入ってくるのか、ちょっとまあこのカーブってでもバスがこうどうなるんだろうね、ちょっとできてみないとわかんないですけど、これもねまたね、変わっていった時にねまた撮影しに来ようかなと思っております。今こんな感じ、ちょっとねわからないんですよね、どうなるのかね、これこんな感じです現段階では。
そしてここですね、タクシープールが半分潰されて、そこにあったガス灯がね、すべてなくなってしまいましたね。撤去されましたね。ガス灯があったところの向こうにね、新しく信号が取り付けられて、でバスが入ってくる入口もこれ、ね、かなり狭くなってる感じ、ね、これもどういった工事するのかね、ちょっと分かんないですけど、今機械が止まってますけど、そこ何箇所かね、バリケードされて掘り起こされてる感じになりますね。これもね、またね、どうなっていくのか、またちょいちょいね、撮影しに来ようと思っております、向かいにはね、アパホテル、ほぼほぼできてますよ。2月8日オープンだそうです。この駐車場はね、1月、今月いっぱいでですね、閉鎖になる予定になってます、どうなっていくのかね、またね、非常にここも楽しみな場所になりますね。ただね、この駐車場は本当に便利だから、30分無料でね、止められるんで、すごく便利なんだけれども、これがなくなっちゃうのはね、ちょっとね、まあちょっと混乱がちょっと少ね、起きるかもしれないですね。結構便利な駐車場。はい、そしてこちらですね、僕がまあ何百回と通い詰めたね、東側連絡通路からの眺め、まあ本当にもう見慣れた風景ではあるんだけども、あ、風が強い、ちょっと風が強いね。ダンプカーが待機していて、まあ残土を出したりね、多分あの、ね、解体したね、残骸を、ね、搬出したりするんだと思うけど、ちょっと風が強いね。そして新駅舎内、こんな感じ、相当なんかすっきり片付いた感じがあるね。前はもっと資材がいっぱい置いたって感じがするんだけど、かなり片付いた感じに見えますね。まあ年前とね、それほど変わりはないけど、ね、でもここからの風景は本当になんかいいなーって思います。いつも撮ってて、特にまだね、何もできてないけど、今はね、新駅舎こんな感じですね。よし、じゃあ中行ってみようかな。はい、久しぶりだな。本当はね、入場券スイカでも入れるんですけど、スイカだと新幹線のね、ホームに入れないんですよ。はい、今日は珍しく番台口から入ってみましたよ。とりあえず8番線9番線、ここもね、まあやがてなくなってしまう、ね、ホームなんで、ね、今のうちに今取れるところ取っとこうかなと思っていますが、ね、こんな感じでございます。今ね、129系が2両編成で1台止まってますね。これ間もなく出発ですね。東海っぽくなりましたよね。このキーンっていうのがね、すごい特徴的ですよね。129系新幹線新津行きですね。バイバイ。この番台口入ってね、すぐのところにはね、そこの突き当たりに現場が見えるね、窓があって、入り口があったんだけど塞がれてしまいましたね、すっかり。これもまあね、どうなっていくのかちょっと分かりませんが、まあちょっとずつね、変わってきてる感じになりますね。はい、東口から、在来線のホームの方に向かう通路もなんかちょっと綺麗になったね。わー、まあ左右はね、仮設な感じでなんだけども、結構なんか外の空気が入ってる感じで寒い。ここ変わりましたね。若干狭くなったかなといったところで、天井がネットで、左右の上の方もね、ネットになってますね。おお、なんかちょっと雰囲気変わりましたね。久しぶりに来たらやっぱりだいぶ変化があるから面白いね。まあなんか人が少ないからね、すごく撮りやすいですね。全然映り込みがない感じになります、ね、この辺とかも何になるんだろうね。なんだろう、緑の窓口じゃないかな。ね、ここから多分入り口になってる感じですね。ポケモントレインね、大船渡線乗ってみたいね。それも
そしてこれがね、11月にできた新しいニューデイズね、かなり規模が縮小されて小さくなった感じになります。そしてまだね、未だできてない1番線ですね。1番2番って、まあ、書いてあるね。ここ行ってみますね。1番線が、まあ、どういう風になったか、ね、もう相当ねできてきてると思う。僕1番線ね何回も放送してるんですけど、まだね1番線だけができてないんですよ。1番線ね、まあ、かなり、まあ、完成しつつあるんでね、どんな感じになったか久しぶりに来たんでね見てみようと思います。まあ、もしかしたらあんまり変わってないかもしれないけど、どうだろう。でもさらに、わあ、そのオレンジの線みたいなのあったかな。わあ、できてきてる、相当。こんな感じですよ、一番線。設備の調整中。ねえ、まだまだですね、こう、稼働は先なんですけど、先らしいんですけど、でももうほとんどできてる感じになりますね。そしてね、このね青い椅子なんだけどね、仮で置いてあるんじゃないですかってコメントからね、書いてくださる方もいたんですけど、結構でもねがっちりつけてある感じするんだよね、ネジで。で、他のところも確かこれついてたんだよね。ね、ちょっと古い感じがほんとするけどね。で、看板はね新品ですよ。こういった感じ、一番線のね状況でございます。あー、できてきたね。そして、ね、なかなかの景色じゃないですか、これね。ね、すごいね、どんどんできてきてて面白いですよ、本当にこれを見るのは。久しぶりに来れました。ね、駅構内。向こうにはね、ほら、トラック、普通のね、トラックの形をした、あれ、でもレールの上を走るトラックみたいな感じなのかな。それとも普通にナンバーついてるな。ちょっと行ってみようか。これがホームの中央あたりですね、1番線。こちらのあたりもやっぱりこのブルーのね古いタイプの椅子、そしてここにもこの古いタイプの椅子がですねがっちりと設置されてる。で、これ多分これで完成形なんかもしれないですよね。ちょっとまあこれはびっくりだけど、これはなかなかね珍しい光景じゃないですか。わー、どうなってんのこれ。普通のトラックだよ。これがレールの上になんか乗せるアタッチメントみたいなのがあるのかな。ほら、普通にタイヤついてるもんね。向こうも、あー、向こうもね、わかるかな、あんなの初めて見た。ああいう感じのがあるんだね。あれも普通に外を走れる感じの野田ナンバー、千葉だよね、レンタルの日券。ちょっとびっくりした、これ初めて見たの。そこ見えてるね、あれが車輪、鉄道の上を走るような。これはちょっとめっちゃびっくり。これ乗ってみたいね。これ電車の免許いるのかな。これレールの上を走るトラック、そして普通に道路も走れるっていうパターン、めっちゃびっくり。すごい、これはびっくりですね。あ、イニケが来ましたね。イニケ、あれ後で見に行きます。イニケちょっとこの今これレールの上ですよ、ね、ちょっと見えないけどレールの上、レールの上にトラックが3台。これちょっと異常な光景ですね。初めて見た。面白いね。いやー、すごいね。できてきましたね。こちらは乗り換え改札です。団体の方に行ってみようと思います。マックスのねラストラングッズはほぼほぼなくなってしまいましたね。あ、でもタオルがね、方向マークタオルが何個かね、あるぐらいね、あそこに乗ってます。あとは他はもう全然ないです ね。こういうね新潟の駅弁は本当に美味しいですからね、こういった駅弁特集もやがてねいつかやってみたいなって思ってますね。1個が1200円とか1300円とかするからね、結構値が張るんだけど、まあね、今度ちょっとずつねやっていこうかななんて思ってる感じでございます。
はい、久々に新幹線のホームに来ましたよ。おお、おお、両側に E2 系は珍しいんじゃないですか。へえ、今ねこの12時40分ぐらいに来るとね、平日はこんな感じで、いつもなのかちょっと俺も分かんないけど、すごいね。いやなんか嬉しいな。今はねこの E2 系見るのが結構楽しみではあるかな。 E7 系も好きなんですけどね、得てしてこの E2 系もやっぱりね、このカラーとね、慣れ親しんだものがありますね。長野新幹線のねに乗ることが僕は昔は多かったですからね。これはフルカラー LED の新しいタイプの E2 系。なかなかこのね愛らしいマスクがたまらなく好きですね。 J73 編成、そしてこちらが J74 編成、両方ともね新しいタイプの、ね、E2 系でございますね。なんか嬉しいな、両手に花って感じ。隣にはね E7 系いましたね。これ長いね、12両編成がね。 E7 系はね必ず12両編成で来ます。あとはまあ E2 系はね、まあ、必ず10両編成になってるかな。10両ですね。やっぱりちょっと短い感じになりますね。でもまだ全然綺麗だね。まあ73、74だからね、かなり新しい、最近作られたというか、どれぐらいなんだろうね、年式は何年ぐらい経つのかちょっと僕は分かんないですけど、でもまだ全然綺麗な感じですね。 J74 編成ですね。相当新しいタイプだと思う。はい、最後にね E7 系と E2 系のまあツーショットをね撮ってね、そして外ねすごいなんか雪降ってきたな。わかるかなこれ。わあ、雪ですね。とうとう降ってきましたね。いやー、そろそろ戻ろうかね。 E7 系もとてもねかっこいい新幹線でございますね。 F35 編成ね、ピカピカかっこいいですね。はい、この姿もねまあいつかやがて見れなくなってしまうのかなと思うと非常に寂しい限りでございます。 E2 系新幹線ね、あーいいね、この雰囲気はとても好きです。はい、いかがだったでしょうか、2022年一発目の新潟駅動画、まあ後半の新幹線をねあのお好きな方だけ見ていただければと思います。駅構内もね本当にだいぶ変わって、まあ、変わったというか、まあ今はね、まあ、できてからはそんなに変化ないんだけれども、まあ一番線ですね、今はねもう一回一番線が見るのが非常に楽しみ。まだできてないけど、また今後もね一番線がどうなっていくのかね、これもまあ楽しみなところなんで、それもねまあ追っていこうと思います。はい、長くなりましたがこの辺で、はい、仕事に戻ります。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。あーすごいね、吹雪いてる。天気雪って感じ、これ天気雪っていうのかな。これめちゃくちゃ晴れてんだけど雪すごい降ってるって感じですね。はい、戻ります。